日本相撲協会は28日、理事会を開き、職員によるコンプライアンス違反事案の処分を決めた。写真、処分された主事職員による労働時間の不適切な管理やパワーハラスメント行為を指摘。協会の事務局を統括する宮田哲司主事に出勤停止1か月、平山綾乃経理、人事室、法務、暴力団当排除推進室及び総務。 相撲普及推進室室長に1等級の降格、1人の主任に対しては欠責の処分を科した。以下、発表の全文職員によるコンプライアンス違反事案の処分について公益財団法人日本相撲協会表記について以下のとおりご報告いたします。期第1本日の懲戒処分の内容、本日、当協会は事務局を統括する宮田哲司主事。以下、 宮田主事と言います平山綾の経理人事室法務暴力団党排除推進室及び総務相撲普及推進室室長以下平山室長と言います及び公施設管理活用推進室主任以下公主任と言いますの職員3名に対し懲戒処分を決定しました3名に対する懲戒処分の内容及び理由 対象事実は、次の通りです。一宮田主事。一、処分出勤停止1ヶ月。令和5年9月29日から同年10月28日。に懲戒処分の理由。対象事実。網谷田主事は、平成29年以降。一、時間外労働の不適切な管理。二、地方場所における不適切な時間管理。三、振り替休日の積算未了。 4、始業時刻前の朝礼の実施。5、経理・人事室のタイムカード打刻漏れの不適切な処理等、職員の労務管理において不適切な処理が行われていることを感化し、監督を怠った。弓矢田主事は、令和2年1月、具体的な説明の上での同意を得ることなく、職員への基本給を2万円減額した。主事は 令和4年5月頃から令和5年3月までの間、職員4名に対し、脅迫的な言動を行うなどのパワーハラスメント行為に及んだ。孔宮田主事は、令和に入ってから、採用面接を受けていた職員 B に対して、将来の妊娠、出産に関する計画について説明を求める発言に及んだ。二平山室長、1、処分、降格、1等級の降格。 懲戒処分の理由、対象事実。安平山室町は、平成29年以降、1、時間外労働の不適切な管理、2、地方場所における不適切な時間管理、3、振替休日の積算未了、4、始業時刻前の朝礼の実施、5、経理、人事室のタイムカード打刻漏れの不適切な処理等、職員の労務管理において不適切な処理を継続した。 井平山室町は平成30年と令和4年1月ごろから令和5年5月までの間職員5名に対し人格を否定するような発言で叱責するなどのパワーハラスメント行為に及んだ。うだいら山室町は令和5年6月上旬権限を乱用して一部職員の共有サーバーへのアクセス権を制限した。参考主任一処分・検責二 懲戒処分の理由、対象事実。阿穂主任は、令和4年9月から令和5年2月までの間、指示された作業を怠って従前に行わず、大業により東京会の税務申告手続き及び監査法人の決算作業に悪影用を与えるとともに他の職員に多大なる業務負担をかけた。赤穂主任は、令和4年12月から令和5年1月にかけて、 SNS へ自らの不誠実な業務対応を示す内容の不適切な投稿を繰り返した。第2懲戒対象事実のうち不適切な労務管理の詳細1東京会においては、平成29年以降、1、就業時刻後の時間外労働時間数が45分以上の場合の未時間外労働の申告を認める。2、より大きい時間外労働を申告する場合には15分単位で申告する。 といいう独自のルールーが制定されていました使用者は労働者の労働時間を1分単位で管理した上で賃金に反映させる必要がありますので当該ルールは不適切なものでしたその結果職員が就業時刻後に時間外労働に及ぶもその時間が45分に満たない場合や45分以上の時間外労働に及ぶも15分単位で把握できない場合において 職員に対して賃金が適切に支払われていませんでした。このような取り扱いは、平成29年3月の勤務管理の整備についてという書面により職員に周知された上で運用されていたものです。当協会は、令和5年6月22日から当該運用を改め、以後は1分単位で労働時間を管理しております。にまた、当協会は、 1>, 1年単位の変形労働時間制を導入した上で、職員が地方場所の業務に従事している場合、事業場外みなし労働時間制を適用し、1日6、5時間働いたものとみなしてきました。しかしながら、地方場所の業務に関与する職員の労働時間を管理、算定することが困難であるとは言えないことから、このようなみなし労働時間制を適用することは、 不適切な運用でした。参考のほか、当協会においては、1より大きい振り替え後の休日に休むことができず、振り替え休日の積算が未了のまま残っている事例が多数あったこと、2より大きい朝礼が始業時刻の前に実施されていたこと、3より大きい経理、人事室の職員に限り、タイムカードの打刻漏れがあった場合は2時間外手当がつかない取り扱いとなっていたこと、といった問題も生じていました。 4以上の通り、東京会における労働時間の管理は不適切であり、その結果、東京会は職員に対して本来支払うべき賃金を支払ってこなかったことが認められました。これを受け、東京会は、不払い解消等の改善措置を速やかに実施することとし、職員に対し、理事長らにて令和5年6月2日、日付、今後の時間外労働時間の取り扱いについて、 と題する書面を周知しして是正しましたまた同年7月8日理事会で過去3年間にさかのぼった未払い額の生算を決定しました。とご説明した時間外賃金の不払い等が判明したため当協会は本調査の終了を待たずに不払い解消等の改善措置を速やかに実施することとし是正措置や生算金の支払いを行ったものです。 なお、宮田主事による出入り業者に対する強要、収賄疑惑に関しては、調査した限り、そのような事実は認められませんでした。以上の調査の結果、冒頭でご説明した3名に対する懲戒処分の対象となる事実が認定されたことから、本日開催された理事会で3名に対する懲戒処分を決定したものです。また、平山室長については、 退職願いが提出されていることから退職を承認する予定です。第4コンボの対応第4コンボの対応東京会は今回の職員幹部による長期間にわたる不適切な労務管理職員に対する複数回のパワーハラスメントという事態を深刻に受け止め事務局体制の改善を含めて再発防止策を速やかに実施する予定です柴田山広報部長 元横綱大野国の話、主治の男性職員は、どういう形で復帰するかはわからない。